回はスーパーマリオ立体マリオコレクションボリューム1を回してきました。これはずっと気になっていたのでいつか回そうと思ってたので今回はコンプするまで回してきました。1回300円のガシャポンでラインナップはマリオとファイヤーフラワー、ピーチとキノピオ、アナちゃん、クッパジュニアとクッパクラウンの全部で4種類です。今回6回回してきてカプリはマリオとファイヤーフラワーとピーチとキノピオの2つが被りました。それでは早速すべて組み立ててみます。すべて組み立ててみました。まずこのマリオとファイヤーフラワーはこのマリオがファイヤーフラワーを見ているポーズになっています。でこのフィギュアの出来は悪くはないんですけれども、このフィギュアだけ他と比べるとちょっと小さめなので人によってはこれで300円は高いかなって思うかもしれません。次にこのピーチとキノピオはピーチ姫がパラソルを持っていて可愛いです。この顔はどうなんでしょうか。私的にはこのチョコエッグの猫ピーチの顔の方がすごい可愛いと思います。あとさっきのマリオもそうだったんですけどこのキノピオが肌が塗られてなくてピーチ姫の方は顔が塗られていてここはちょっと塗ってほしかったなって思います。次は花ちゃんです。こちらはサイズが大きくて台座からちょっと少し出ちゃうぐらい大きいです。塗装も綺麗ですごい可愛らしいです。最後にこのクッパジュニアとクッパクラウンです。このフィギュアが今回の中だと一番出来がいい気がします。このクッパジュニアの動きのあるポーズもいいです。さっきの花ちゃんはこう横に大きかったんですがこっちは高さがあって迫力があります。今回のこの立体マリオコレクションは最初このマリオを見た時に小さくてこれで300円ならチョコエッグの方がいいんじゃないかなと思ったんですがこのシリーズはスケールを統一しているみたいなのでこれからもこの大きいサイズや小さいサイズのキャラクターが出てきて多分いい感じにマリオの世界観を再現していくんじゃないかなと思うので次のボリューム2にも期待しています。またボリューム2が出たら回してこようと思います。